どうも、おかさんチャンネルの佐藤です。小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。30回目ということで、はい、記念すべき、はい、日経平均もちょうど3万円ということで、はい、まあ、日本株今ね、ちょっと久しぶりになんかこう、うん、話題になってきてる感じがしますけど。そうですね、いろいろ変化があるということで、うん、小川さんもなんかプライベートでいろいろ変化があったみたいな。いきなり来ますね、はい、変化というほどでもないんですけど、はい、最近あの犬をね、ほう、飼いまして、家族が増えたってことですか。家族が増えました、ね、ただ一個問題があって、ええ、目がかゆいんですよこれな、はい、あの飼ってから言うのもあれなんですけど、うん、多分ねアレルギーなんだと思うどうすればいいですかね、これ。いやでも子供はね、あの喜んでるんですよね、子供はね、はい、このままアレルギーでずっとね目がこうかゆいままやなんか生きていくのかなと思うとちょっとあの不安ではあるんですけど、はい、まあ、でもあの相場はね、相場は、うん、あのいい変化が出てると、はい、いうことで ね、 戻って、はいはいはい、今週、先週のところでですね、あの資料をですね、あのオープンにしてるんですけれども、政治が動けば相場も動くということで、うん、レポートを発信しております。そうですね、政治が動けば相場も動く、はい、なんかね、いい言葉ですね、はい、うん、で具体的にですね、あの今あ話題となっているその政局ですけれども、はい、うん、各候補に対するその主な政策であったりとか主張をまとめた表になりますよね、はい、そうですね、まあ、巷ではいろいろねまだ言われてますし、まあ、選挙は水物なのでね、うん、今こう言われていることも、まあ、実際にねどうなるかわからないですけど、まあ、どうやら、この河野太郎さんがね、まあ、マーケット的にはというんでしょうか、はいはいはい、まあ、外国人、あの河野さんは昔外務大臣だったので、うん、やはりまあ海外からね認知度も高いですから、まあ、外国人投資家は一番河野さんを一番こう選ぶんじゃないかとかね、河野さんになるといいんじゃないかという見方がどうやらまあ、 あるようで、まあ、それ以外の、ね、皆さん の、 の、まあ、主張政策こちらにありますけれども、まあ、こういったところを、ね、まあ、マーケット注目しているということですよね、うん、でこれを踏まえて、はい、具体的にどういう銘柄がいいか、ここが多分本題になるかなと思うんですけれども、うん、まあ、先週もかなり、ね、関連銘柄が少し思惑的にというか、ね、うん、物色されてましたけども、はい、まあ、このあたり、まあ、銘柄ですね、主な銘柄こちら5つですね、まあ、出してます。なんか注目ありますか。まあ、この番組でいろいろ取り上げていて、うん、まあ、一番上はデジタル、行政のデジタルというところで NRI ということで、上2つ目3つ目がクリーンエネルギー、そして最後後半の方が PCR といいますか、うん、そういったところの関連銘柄ということで、私はですね、一番下の島津製作所をちょっと押させていただきたいなと思っていて、はい、うん、7701、はい、株価のチャート的にはこなしながらこう順調にじりじりと上がってきているんですけれども、うん、あの島津製作所 PCR の検査装置、それとまあキットを提供している会社で、うん、あの当然そこはそこで OK なんですけれども、それ以外にですね、あのがんを早期発見することができる、うん、液体クロマトグラフというのをやっていて、うん、でこれがですね、あの国内シェアナンバーワンで、しっかりこれ海外の需要とかも今取り込んでいて、うん、業績過去最高益というのが見込める企業になっているので、あのファンダメンタルズで見ても非常にいい株だというふうに思っています、うん、そうですね、はい、まあ、あのこの前回前々回のところでもウエストホールディングスという、ね、うん、銘柄、まあ、再生可能エネルギーでもまあご紹介したりもしました、はい、まあ、いろいろ今の段階ではいろんな人がいろんな政策を言っていてですね、うん、まあ、誰が首相になるかもわからないし、はい、まあ、ちょっと決め打ちするのは少しリスキーなんじゃないかなというふうには思っていて、一方で、まあ、ちょっとこうリスクを回避するというかね、うん、保守的なあの考え方なんですけど、誰が首相になってでもいい銘柄、はいはいはい、まあ、あの例えば再生可能エネルギーというのはきっと次、まあ、どなたがですね、新しく首相になったとしても多分今までの菅さんの路線を継承していくんでしょうし、うんうん、まあ、同じことがね多分デジタル庁とかにも言えると思うので、はい、まあ、一番上にあるよね4307の NRI のようなシステム系のところだったり、うん、まあ、誰が次首相になってもいいような、もしく今までの政策がさらにこう新しい首相の下で、まあ、後押しこうされていくような、まあ、エンジンをこうどんどん、踏み込んでいけるような、まあ、そういう銘柄を選んだ方がいいのかなと。なるほど。まあ、そういう意味では若干ね、保守的には思われるかもしれませんが、そういう銘柄の選び方も重要なのかなというふうには思ってますね、うん、はい、
あとまあ7004の日立造船ですね、先週比較的株価が上がっていた銘柄 で、これも過去このいくつか何度かご紹介してるんですけども、まあ、環境という絡みのところでですね、まあ、注目されている銘柄ということですので、まあ、あの電池も関わってくるということですよ ね、全固体電池、はい、ここをまああの開発している、うん、まあ、メーカーでもあって、うん、先日あのトヨタが、はい、まあ、その電池関連のプレゼンを行っていて、うん、まあ、トヨタ自身がおそらく本丸かなというふうには思ってるんですけれども、うん、まあ、他のメーカーさんとしてはこの日立造船であったりとか、まあ、それ以外にもいくつかあるんですけれども、またそれは違う回で、そうですね、改めてご紹介したいと思います、はいはい、ということで今回は政治が動けば相場も動くということで、政策のですね、関連銘柄ということでお話しさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。